ディアフィールド奇襲は、安女王戦争中の1704年2月29日、ジャンバティスト・エルテ・ドルービーユ・ヒキール・フランスとインディアンの部隊が、マサチューセッツ湾植民地、ディアフィールドのイングランド系住民の村を夜明け前に襲って、一部を焼き、56人の住民を殺害した事件である。フランスとインディアンの諸部族からなる部隊には、約300人のポコムトゥク族もいた。 彼らはかつてディアフィールドに住んでいた。奇襲部隊の隊員構成があまりにも多岐にわたっていたため村には侵入したものの奇襲達成とまではいかなかった。防御を固めた家の人々は援軍が来るまで侵入者たちを寄せ付けなかった。100人以上の人々が捕虜となり村の4割の家が破壊された。この事件はアメリカ開拓の物語の一部として 不屈のものとなった。主に、捕虜の一人で、ジョン・ウィリアムズ牧師の証言によるところが大きい。ウィリアムズと家族とは、ヌーベル・フランスまで、遠い道のりを歩くことを強いられ、幼い娘のユーニスは、モ・ホーク族の家の養子となった。ユーニスは、モ・ホークの習慣を身につけ、モ・ホーク族の男と結婚した。ウィリアムズの証言ザ・リリーム・ド・キャプティブは1707年に、 出版され、ニューイングランド植民地で好評を博した。現在のマサチューセッツ州を流れている、コネチカット川中流の流域に、ヨーロッパからの入植者が定住し始めた頃、この地域は、アルゴン金属の一派、ポコムトゥク族が住んでいた。現在のマサチューセッツ州、ディアフィールドにあたる地域である。1660年代の初期、ポコムトゥク族は、高戦的なも、 ホーク族との戦いによって、散り散りになり、1665年に、マサチューセッツの東にある、デダムの人々が、ここの土地を支給され、法的に適正かどうか、あやふやではあったものの、様々な、ポコムトゥク族の人々から、土地の権利を手に入れた。この村は、当初は、ポコムトゥクと呼ばれていたが、後にディアフィールドという名前になり、1670年代の、 はじめ頃にはこの名が定着した。1600年頃のニューイングランド南部におけるインディアン諸部族の領域。左上のディアフィールドとフィリップ王戦争の戦場となった入植地に赤丸が付けられている。1675年にはディアフィールドは200人ほどの人口となっていた。この年、ニューイングランド南部の 入植者とインディアンとの間で起こった戦闘がもとで戦争が勃発した。現在はフィリップ王戦争として知られる戦争である。この戦争はニューイングランド植民地全土を巻き込み入植地が破壊され、あるいはインディアン部族の激しい減少そして和解という結果を生み出した。マサチューセッツワン植民地ダドリーソ督トクディアフィールドは イングランド系住民の居住地の橋の比較的孤立したところにあり、1675年の9月に一連の組織だった攻撃で村の大人の男の約半数が戦死した。後にブラッディブルックの戦いと呼ばれるこの戦闘がもとで人々が村を立ち向いていった。他にもコネチカット川に沿ってイングランドからの入植者が置き去りにした村がいくつかあり、 そういう場所は一時期敵対する同士のインディアンが再び占領していた。入植者たちは再び結集し1676年にほとんどが入植者による軍でペスケオムプスカットと呼ばれていた場所のインディアンの宿営を襲って虐殺した。この場所は今はターナーズフォールズと呼ばれている。この戦いで殺されたイングランド系住民の指導者。 ウィリアム・ターナーにちなむものである。模倣区族による襲撃が進む中、他のインディアンの部族は、北のニューベル・フランスや、西への退却を余儀なくされた。西へ退却した部族は、ニューヨーク植民地当局とある、種の和平を築いた。ウィリアム王戦争中ディアフィールドは大規模な攻撃の、標的とはされなかったが、村人のうち12人が、一連の待ち伏せや小さな、 もめごとの犠牲になった。ポコムトゥクは、友好的と言われた部族だったが、この地域を去り、他の辺境地帯への攻撃に参加して、奇襲を働くようになったと考えられている。1703年、安城汚戦争の勃発とともに、現在のメイン州南部の辺境地帯への攻撃が起こり、ディアフィールドの住民は再び警戒態勢に入った。ウィリアム汚戦争の時に作られた。 町の防御策が修復され拡張された。この年の8月、地元の民兵隊の指揮官が毎時コネチカット川沿いの防御策に攻撃を仕掛けているカナダからのフランスとインディアン部隊の情報を得た後、民兵を招集した。その後すぐは何も起こらなかったが、10月に柵の外の牧草地で二人の男が拉致された。兵たちは、 この攻撃に応じて、町の守りについたが、冬の到来と共に帰宅した。冬に戦闘が起こるとは考えていなかったからだ。他の町への小規模な襲撃が起こったため、マサチューセッツアン総督のジョセフ・ダドリーは、2月に20人の民兵をディアフィールドに駐屯させた。この兵たちは、他の町で最低限の訓練を受けただけで、24日までに到着し、 28日の夜に、町の防御策の中に、多少狭苦しい避難用の住居を建てた。民兵に加え、70人ほどの、徴兵年齢の住民が召集された。彼らを指揮するのは、大尉のジョナサン・ウェルズだった。ジャンバティスト・エルテ・ドルービュコネチカット川流域は、早くも1702年には、ルーベル・フランス当局による、襲撃の可能性があると特定されていた。 奇襲軍は、早くても1703年5月には、モントリオールの近くに集まり始めていた。それは、イングランドの機密情報の報告書に正確に記載されており、信用が置けるものだった。しかし、襲撃の実行までに2つの事件があったため、実行が遅れていた。最初の事件は、セントローレンス川のイングランドの艦隊からの防御のために、ケベックはインディアンを集めて、 大群を作ろうとしているというもので、これは噂に過ぎなかった。二番目はイングランド相手にいくつかの文献体を送り込むもので、これにはまさに奇襲の首謀者であるジャンバティスト・エルテド・ルービーユーが含まれていた。ルービーはメインでの奇襲でも指揮をとっており、その中にはウェルズの奇襲もあった。これによりディアフィールドの危機感が高まった。ルービーは秋になってから モントリオールに戻ってきた。奇襲部隊は、モントリオールのすぐ南のシャンブリに集まった。その数、約250人で、顔ぶれは、様々だった。フランス人が48人いた。うち何名かは民兵、それ以外は、海兵隊からの徴収で、ルービーユの兄弟4人もその中にいた。指揮を取るのは、何人かの、20年以上もの野戦経験がある、者たちだった。 インディアン兵は、200人のアベナキ族、イロコイ族、ワイアンドット族、そしてポコムトゥク族をはじめとした、派遣団で、かつてのコゼリアイの仕返しを企んでいる者も,もいた。別に、30から40人のペナクック族が、族長、ワッタヌモンに引き入られていた。この部族は1704年の1月から2月にかけ、ディアフィールドの南に移動しており、 規模を300人近くにまで増やしてから2月の終わりにディアフィールドに戻ったのだった。奇襲部隊の出発の秘密はきちんと守られなかった。1704年の1月、ニューヨークでインディアンの代理業を営むピーター・シュイラーは今後起こるであろうことについて色恋族から警告されていた。シュイラーはこの件をジョセフ・ダドリーと コネチカット植民地総督のフィッツジョー・ウィンスロップに送った。2月半ばには、さらなる警告が二人の総督に届いたが、誰も、彼らがどこを標的にしているのか、はっきり把握していなかった。民家を襲う、インディアン兵器集隊は、道具と物資を、町から25の30マイル北に置き、 そして、1704年2月28日、ディアフィールドから2マイルのところに八重を張った。この、奇襲には有利な場所から、住民の様子を観察しつつ、夜に向けた準備を進めた。村人たちは奇襲の可能性を悟り、柵の内側に避難していた。夜ショーも立っていた。奇襲部隊は、雪が、柵の上に吹きだまりになっているのに気がついた。 2月29日の未明に鳥出に侵入するのが、これで簡単になった。彼らは、用心深く、村に近づき、時折立ち止まった。これで、昌平は、本来の雪の音と、彼らの進む音との区別がつかなかったはずだ。数人が吹き溜まりを踏みしめて柵に登り、北の門を開いて、他のものを入れた。初期の文献では、村の昌平が、 この夜どの程度まで侵入気づいていたか、ばらつきがある。ある文献では、眠り込んでいたとあり、また別のものでは、急を知らせるために銃撃したものの、他のものには聞こえなかったとある。聖職者のジョン・ウィリアムズが語ったように、恐ろしい叫びと悲鳴とが聞こえ、奇襲隊は彼らに、攻撃を、激しい勢いで開始した。彼らの奇襲は、おそらくは、予想通りにはいかなかった。 1690年代のシュネクタディの奇襲やオイスター川の奇襲では奇襲部隊はすべての民家を同時に襲った。ディアフィールドではそれはなかった。歴史家のヘイフェリアスウィーニーは組織だった襲撃の失敗は攻撃する側の顔ぶれが様々であったことが原因であるという説を立てている。奇襲隊は村になだれ込み個々の民家を襲い始めた。 ウィリアムズの家は最初に襲われたうちの一件だった。銃が不発で捕虜に囚われたことで彼の人生は救われた。二人の子供と使用人は殺され、残りの家族ともう一人の使用人は捕虜となった。他の家でも似たようなことが起こっていた。ベノビス・テビンスの家の人々は早いうちに襲撃されたうちだったが攻撃に対し日の出まで抵抗を続けた。 二軒目の、柵内の北西の隅にあった家も防御に成功できた。奇襲部隊は、村中を移動し、すぐ北の地域に連れて行く捕虜を集め、金目のものを奪うために家をくまなく探し、大部分の家に火を放った。夜が明けるにつれて、奇襲部隊の何名かは、捕虜と共に、北への移動を開始したが、 ディアフィールドから1マイルほど北の地点で泊まり、まだ村での仕事を終えていないものを待つことにした。ステビンズの家にいた者たちは、2時間戦闘を続け、援軍が到着した時には、ほとんど降伏するばかりになっていた。奇襲が始まったばかりの時点で、年若いジョン・シェルドンがどうにか策を乗り越えて、近くのハドリーの町まで、このことを知らせに向かった。 放火された絵の炎が点々と見え、そして、ハドリーから30人の男が、ディアフィールドに急行した。彼らの到着で、村に残っていた、奇襲部隊は逃げ出し、うち何人かは慌てふためいて、武器や物資を置き去りにして行った。奇襲部隊が突如逃げ去っていったことと、援軍の到着とが、行為されていた村人の意識を高めた。 そして、約20人のディアフィールドの男たちが、ハドリーの30人と共に、逃走した、奇襲部隊の後を追った。イングランド系住民と奇襲部隊とは、村のすぐ北の草原で小競り合いとなり、イングランド側の報告によれば、彼らの多くをそこで殺し、負傷させた。しかしながら、この追跡は早まったものであり、ディアフィールドとハドリーの住民たちは、 早めに村を離れていた、奇襲部隊の待ち伏せを受ける羽目になって、50人ほどの住民のうち9人が殺され、それより数人に多い人数が負傷した。待ち伏せを受けた後、彼らは村に戻り、奇襲部隊は捕虜と共に北へ向かった。ヌーベルフランスのフィリップ・ドリゴー・ボード・ルイユ、ソートクリアフィールドの南にも、 奇襲の知らせが広がったため、援軍が次々に村に到着した。夜中までには、ノーサンプトンとスプリングフィールドから80人が到着し、翌日の夜までには、コネチカットから駆けつけた者たちにより、援軍は250人にまで増えた。どのような行動をとるかを話し合った後、追跡は困難で、引き合わないという結論に達した。民兵たちは、 眼見な中屯兵を村に残して帰宅した。奇襲部隊は村の41の家屋のうち17を壊し、それ以外の家の多くからは金目のものを盗んでいた。また、ディアフィールドの住民44人を殺していた。男10人、女9人、子供25人で、それに加え中屯兵5人、ハドリーの住民7人である。この中で、ディアフィールドでの犠牲者の神話は、 放火に関連したもの、または、鋭利な刃物や鈍器によるものだった。また彼らは、村に長く住んでいた、フランス人も、捕虜としていた。報告は様々だが、奇襲部隊は、損害も受けていた。ヌーベルフランス総督のフィリップ・ドリゴー・ボードル・イユーは、この部隊の遠征で死んだのはわずか十一人、負傷は十二人と報告している。この負傷者の中には、ルービーユーと、 彼の兄弟の一人もいた。ジョン・ウィリアムズは、捕虜となっている間に、フランス人兵士から、40人のフランス兵と、インディアン兵が死んだと聞かされた。ヘイフェリーとスウィーニーは、他の奇襲に比べれば、フランス兵の死傷者数が少ないのは、称賛に値すると思っている。カナダへの捕虜の連行ハワード・パイル作109人の捕虜に、とって、奇襲は、苦難の始まりに過ぎなかった。 奇襲部隊はカナダに戻るつもりで、真冬に300マイルの旅を目論んだ。多くの捕虜たちは準備不十分であり、奇襲部隊が彼らに提供できるものは不足していた。その結果、彼らはいつもの悪臭に及んだ。旅に耐えられないのが明らかな捕虜たちを殺したのである。捕虜のうち、この試練を乗り越えた者はわずかに89人だった。 置き去りにされて死んだ者、または途中で殺された者の大部分は、女と子供であった。最初の数日間で、数人の捕虜が脱走した。ルービーはウィリアムズに、他の捕虜たちにこう言うよう伝えた。脱走して、再び捕らえられた者は、拷問にかけるその後脱走する者はいなくなった。これは苔脅しではなかった。他の襲撃で、同様のことが行われたからである。 フランスの指揮官の悩みの種は、捕虜だけではなかった。インディアンたちの間で、捕虜の処分に関して意見が合わず、時折、殴り合いにまで発展しかねない状況になった。3日目に会議が開かれ、彼らの意見の対立は十分に解決され、旅は続けられた。ジョン・ウィリアムズの捕虜に関する言い分によれば、ほとんどの人々が氷結したコネチカット川の上を歩いて行き、 ウェルズ川を登って、ウィヌルスキ川を降り、シャンプランコに出た。そこからシャンブリに向かい、そこで、舞台は解散した。捕虜たちは、自分を捕らえた者と一緒に、それぞれの村に行った。ウィリアムズの妻のユーニスは、6週間前に出産を、したばかりで体力が落ちており、最初に、旅の途中で殺された捕虜の一人となった。彼女の遺体は、ニューイングランドに取り戻され、 ディアフィールドの共同墓地に埋葬し直された。ジョン・ウィリアムズのものと伝えられる、肖像がこの奇襲は、イングランド系住民の間に恐怖感を植え付けようという、ボードルイユの目論見み通りにはいかなかった。彼らはむしろこの奇襲に起こり、ヌーベルフランスに対して、ニューイングランド北部の植民地の総督たちから、軍事行動を起こそうという声が高まった。ダドリーはこう書いている。 ケベックとポートロワイヤルを破壊し、フランス海軍の物資をすべて我らが、女王陛下の手に委ね、永遠に、インディアン戦争に終止符を打つ。ディアフィールドとウェルズの間の辺境地帯には、2000人以上もの兵によって、防御が固められた。そして、インディアンがハグ逃避への報奨金が、40ドルから100ドルへと、倍以上にも跳ね上がった。1704年の夏、 ベンジャミン・チャーチ率いるニューイングランド軍は、ペンタグエ、パサマクオディワン、グランプレ、ピジキ、そしてボーバさんといったアカディアの村を襲った。チャーチにより、ディアフィールドの奇襲での捕虜との交換を含む命令がなされたため、これで、ポートロワイヤルの砦での攻撃を行わないことが明言された。ディアフィールドや、その他の植民地では、 捕虜解放の身の白金のための資金を募っていた。フランス当局とヌーベルフランスの住民もインディアンの指導者たちから捕虜を解放すべく働きかけた。一年の間に捕虜の大部分はフランスのものとなり、辺境地帯における人身売買の商品となった。フランス人や回収したインディアンたちは捕虜をカトリックに回収させるべく、 働きかけ、まずまずの効果を上げていた。しかし、捕虜の中でまだ幼い者は、身の代金を払われず、インディアンの部族の養子となった。ウィリアムズの娘のユーニスは、捕虜となった当時8歳で、完全にインディアン社会に同化し、16歳でも、ォークの男と結婚した。それ以外の捕虜は、かなのように、 カナダ人とインディアンが共存する収録で予定を送るべく、自らの意志で残った。捕虜の解放と交換に向けての交渉が始まったのが1704年の末で、1706年の末まで交渉が続いた。この交渉では、捕虜と無関係なこと、そしてイングランドとフランス領植民地間の中立を保つために、広範囲な条約を結ぶ可能性などの より大きな事案で話がもつれた。ディアフィールドの住民であるジョン・シェルダン、ジョン・ウェルズにより部分的に仲裁がなされ、捕虜の何人かが1706年の8月にボストンに戻された。政治的な理由から捕虜の返還がうまくいくことを望んでいたダドリーはバティストを含めたフランスの捕虜を解放した。他の捕虜で帰国を望む者は1706年11月までに ボストンに送られた。ジョン・ウィリアムズの記念碑ジョン・ウィリアムズは自身の捕虜体験をもとにした書籍を執筆した。これは1707年に出版された。この本は18世紀から19世紀にかけて広く流通し、現在もなお出版されている。ウィリアムズのこの書籍は、この時の奇襲が。 同時代のいずれとも違って、多くの人に記憶され、アメリカ開拓物語の一要素となる一因となった。19世紀、この奇襲は虐殺と呼ばれるようになり、この呼び方は20世紀半ばのディアフィールドでも使われていた。かつての村の一部が、今は歴史博物館として保存されている。当時の遺物には、奇襲の際に、長男の跡がついたドアもある。 この事件の記念行事がマユルード氏に行われている。1875年にこの奇襲を物語るようなフランス系住民による金の奪還事件があった。ケベックに送られるはずだった金が略奪されてディアフィールドに売られたのである。この伝説はほとんどの小学生に向けた知っておくべき歴史として受け継がれている。しかし、この話は 早くも1882年には意義が唱えられている。ありがとうございます。